ちゃんさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうも。エミーさん、おはようございます。おはようございます。ドツチルだ。おい。高橋克典さん、おはようございます。おはようございます。仕事始めじゃないんだ。仕事始めは明日から。はい、ワドツ。仕事始めは明日からだね。はい、いらっしゃい、ワドツ。仕事始めは明日からっすよ。ノンタンさん、ワドツ。はい、ワドツ。ノンタン、いらっしゃい。なるほど。キューちゃん、ピカピカハートさんはどつ。はい、キューちゃん、いらっしゃい。コメビューの音聞こえてる？エミーさん、おはようございます。おはようございます。ちゃんさん、やっと今日から休みですよ。今日から休みなの？マジで？今日から休みなんだ。バカさん、コメビュー聞こえてるよ。コメビュー聞こえてる？ちょうどいいボリュームは。キューちゃん、ピカピカハートさん、くぐろ。古代さん、聞こえてる？あ、いい感じ？潜んの？ね、潜る気分。オッケーオッケー。バカさん、ちょうどいい。 OK。 OK、 はいよ。 OK、 OK。 作業枠だから、あの音声拾いながらやりますんで、音声拾いながらの申し訳ない。ドンタンさん、おはよう。普通に話振ってくれたら答えるからね。大丈夫だから。ターメニュー。まったりやりましょう。テーマヘッド振った。バカさん、年末年始でがっつり生活リズム崩れちゃって朝眠い。俺も同じだわ。うん。でも今日は昼間起きて明日の仕事に備えますね。早めに寝ようと思ってる。テーマ振った。どこだ。あった、振った、あった。バカさん、そして曜日感覚もなくなってゴミ出し間違えそうになった。嘘、今日俺ちゃんと出したよ。ゴミ。めんどくせえな、振った。そういえばストーカー規制法改正されましたね。うん、ツイッターにも書いたけど、あれはいい、あのいい法整備最近いいんだよね、すごく。うん、だんだんやっと時代が追いついてきたって感じだね。
なんだ、ツイッターとか DM とかコメ、え、今飲んだ？うん。そういうのでも、適法されるね。お、八男いらっしゃい、わこつ。わらの意味がわかんないけど。うん、どうも、いらっしゃい。にゃんこさんおはようございます。お久しぶりです。おお、にゃんこさんいらっしゃい、いらっしゃい。さくらこさんはどつ、いいわどつ。にゃんこさん明けましておめでとうございます。あー、けおめことやろう。まさかんでもあの歌手目指してる人が刺されなかったら改正されなかったのかな。改正されなかったろうね、正直言うと。うん、っていうかね、ネットだから何でもありみたいな文化は俺良くないと思ってるから、うん、ネットもリアルも関係ないんだよ。どんどん摘発すべきは摘発すべきだと思ってるから、あれはいい法改正だったよ。バカさん、恋愛感情がなくて同性につきまとわれたら軽犯罪か迷惑防止条例で訴えることできるってのを最近知った。知らなかった。にゃんこさん、お仕事はお休みですか。仕事は今日休みっすね、僕は。あれ、テーマ左。なるほど。しかしストーカーした場合懲役6ヶ月1年以下に引き上げってのがまだぬくいな。もっと懲役つけてもいいと思うし、出所後は更生プログラムも追加でいいと思う。更生プログラムは無理でしょう、税金かかるから。で、実害がない場合なんだよストーカーって。暴行とか加えた場合は別の刑法を適用させるからっていうこと。単純にストーカーをした場合の犯だから、つきまとったりしただけで1年だと思う。で、普通その被害が重い場合があるじゃん、不法侵入とか、それは別の法令で適用するんだよ。アメリカとかってさ、刑期って200年とかになるじゃん。あれどんどん追加されるからなんだよ、ストーカー規制法と殺人と強盗と不法侵入等って。日本の場合っていうのは一番重たい罪で裁くようになってんの。まあね、そこがちょっと特殊なんだと思うよ。バカさん、日本もアメリカみたいに追加で懲役伸ばそうぜ W。 どうなんだろうね。
俺に言われてもね。ドンタンさん、のぞみのことか。のぞみのことかってどういうこと？どうしたの？のぞみの話誰もしてないけど。はい、どつ。バカさん、鮫島兄弟の得意技、特定、つきまとい、しづらくなるな。つきまとい、そうだね、サメちゃんは、まあでも鮫島さん頭はいいから、他に考えるでしょ。ね、誰かさ、ハンカイドットあやかつこうさん、かずみちさん、こんにちは。ロンタリって人大丈夫かな。おロンタリロムってたんだけど、なかなかだったな。なんかなかなかだったわ。まあでも、みさき、みさき、アットマークみじんこさんはどつ。はい、はどつ。あ、誰かさ、あの Windows カタカナ半角打ちってどうやってやるのかわかる人いる？なんだろう、半角が出てこないんだよな。 F8 あ、できた。 F8 だ。ありがとう、サンキュー。さすがネット依存症。ネット依存症の彼女は違いますな。またアットマークつかささん、変な米も多かったよね。たかやんさん、こんにちは。はい、たかやん、いらっしゃい、こんにちは。旅するのか。
あ、そうだね。今年の春からだね。応援よろしく。バイドットあやか、図工さん一人変な人いたな。否定したけど、無視でイラッとしちゃったわ。ああ、ね。俺、あれでしょ？メロンでしょ？いいんだよ。ああいうのは、なんか自分でリスナーやってても、自分の評判を落とすから。ようかせまたアットマークつかささん同じく。メロンのことでしょ？あれは評判落としてさ、こっちでもコメントしづらくなるよ。まあだから他のところで八方美人やってさ、向こうでディスってとかポンプとかやってるってさ、あ、こいつダメだなってなるわけだ。あんまりひどかったらブロックするよ。そういえば、初詣行きましたか？痛いんだねー。じゃないっすね。本当に行こうって言ってんだけど、なんか行きたがんないんだよね。みじんこさん、私も行ってない。汗汗、人混み苦手。そろそろ空いてくるから近々行くけどね、わら。ああ、まあ、空いてから行くもんだよな、ああいうのは。空いてから行くべきだよね。本当にそうだと思うよ。混んでる時に行くもんじゃないよ。腹減ったな。めっちゃ腹減った。
ようかせまたアットマークつかささん、私昔おみくじで今日が出たからもう一度引いたらまた今日が出た、それから初詣は行ってません、ドットドットドットわらわら。パンツァー4ココナさんおはようございます。パンツァー4おはよう。パンツァー4ココナさん、風船10個をプレゼントしました。風船10個ありがとう、ありがとうございます。アイアイさんはドツイコールの、アイはドツ、いらっしゃい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。なんか食べましょう。いや今米炊いてんだよ、今米炊いてる。バイドットあやか、図工さん家に何かないのかな、食べて。食べるよ。アイアイさんおかず派。おかずはだし巻き卵とツナマヨかな。今日は貧乏生活です。お金貯めようと思ってて、旅に備えてさ、準備していかないと。アイアイさんツナマヨめっちゃうまい。ツナマヨうまいよね。あ、マヨネーズなくなったんだっけな。マヨネーズなくなった。のんたんマヨネーズあるか見て。だよね。スーパー行く？マヨネーズがないとかもうやばいでしょ。ちょっとしかない。買わないとね。あとでスーパー行こうよ。うん。マヨネーズぐらい買うことはできるから。アットマークみじんこさん、良いことだね。音符でも体調崩さないようにね。ん？うん。ドクちゃんさん実はマヨネーズ食べれない。え、マヨネーズ食えないの？マヨネーズって俺天使が涙を、天使が流した涙が地球上に降りた息だと思ってるから。天使がそれがこうご飯にこう。マヨネーズ食えないすごいね。納豆ご飯か。ふんどしマニアさん、おちんかれ様。おちんかれ様、いらっしゃい。
納豆ご飯ね。ドクちゃんさん味がダメなんですよ。W 天使わらわらわら。ね、バイドットあやか、図工さん私はマヨネーズがないと生きていけない。俺もマヨネーズないと生きていけないわ。ふんどしマニアさん卵アレルギーいるからね。あ、そっかそっか、卵アレルギーの人は食えないのか。アットマークみじんこさんマヨネーズは何でも合うから好きチルダチルダ。新しいフォロワーさん。コナさん私もマヨネーズ食べられない。アイアイさんフォローありがとうございます。アイアイさんからしマヨネーズが好き。からしマヨネーズうまいね。新しいフォロワーさん、カッパさんフォローありがとう。なんかさ、出たり入ったりする人何なんだろうね。なんかフォローしたりフォロー外したりとか忙しい人いっぱいいるよね。ふんどしマニアさん、コレステロール高い人はマヨネーズダメだね。何なんだろうこれ、入ったり出たり。アイアイさん、私は脅迫入りました。バイドットあやか、図工さん謎のアピール。初入り、初入りって何？謎アピールだよね。なんか俺思うんだけど、自己主張強い人はなんで配信者選ばないんだろうっていうのはあるんだよな。配信やればいいのにね。なんかリスナーで自己主張してくる人っているじゃん、たまに。配信絶対向いてると思うんだけどね。リスナー側も本気で意見するときあるよ。僕、イーくんさんこんにちは、千歳から。千歳からいらっしゃる。ふんどしマニアさん、受け答えしかできない人とかコメントないと喋れん人いるからね。ああ、まあいや、リスナー側も本気で意見するのは別にいいと思うんだよ。ただ、なんだろう、フォロー入ったり外したりとか、なんか、俺フォローしてるよ、俺今フォローしてないよ、ワード見てる？俺がフォローしたよ。今俺フォロー外してるよって。何これ？何なの？よくわかんない。知らん。好きにせえ。フォローしたければして、したくないときはしなきゃいいんだ。何なのよ。バイドットあやか、図工さんなんか可愛いわら。みさき、みさき、アットマークみじんこさん、わらわらわら。そういうことじゃないの。アイアイさん、そんな人いる、わらわらわら。まだ。パンツァーフォーココナさんなんだろう、わらわら。フォローしてるよって。ふんどしマニアさん、コメントなくても延々喋ってる人もいるが。コメントなくても延々喋る人、羨ましいよね。いや、才能だと思うよ。ピカピカハートさん寝てた。うん、僕、ミーくんさん、あれ、ツイッター登録するサムネが出てないね。ツイッター登録するサムネ？まゆゆっちょちょこおしさん、フォローアピール。ツイッター登録するサムネなんか出んの？他の人。俺見たの？ツイッターフォローする。ほうほうほう。これ俺出てない？あ、本当だ、出てない。え、どうやってやんのこれ。本当だ。え、なんで俺だけツイッターフォローできないの？僕、イーくんさん見てくる。え、なんで俺できないの？え、みんなやってんじゃん。え、ちょっと待って、なんでみんなであんの？俺だけないじゃん。ツイッターフォローできないの？なにこれ？え、なにこれ？あー、そういうことか。あ、ツイッターでアカウント作ってないからだ。ツイッターでアカウント作ってるとか。ツイッターアカウント。そっか。俺、ふわっちアカウントで作ったからだ。みさき、みさき、アットマークみじんこさん連携。え、だったらさ、ツイッターのフォロー、ツイッターできた方がいいじゃん。ねえ。
かしいだろ。おかしくねこれ。ツイッターでアカウント作った方が有利じゃんな。おかしいだろこれ。僕、みーくんさん高水の下にみんなツイッターフォロー出てたよ、なんで出ないの。俺のはあれだから、あのなんだ、俺はふわっちアカウントであのやってるからだね。え、でもこれつけてほしいな。これ運営さんに言いたいな、うん、これ運営さんに言いたいな。バイドットあやか、ズコーさん絶対そっちの方が有利ね。失敗したね。ツイッターでアカウント作ればよかった。でもね、もうポイント貯まりまくってるからね。失敗したな。僕、みーくんさんツイッターでアカウント登録するとツイッターサムネが出るのかなるほど。うん。アイアイさん、私もふわっちアカウントで後悔。いや後悔だね。なるほどね。おかしいよ。ドンタンさんツイッター、コメント下手かお前は。ツイッター、あのさ、ニコ生出身のさリスナーってコメントほんと雑だよね。ほんとイライラするから、なんかもう早くコメント打とう、早くコメント、特にね大手のリスナーやってるやつは焦るの。あのなんかもうコメント読んでもらいたいし、なるべく拾ってもらいたいから、素早く短文で打つのがかっこいいと思ってんのよ。ツイキャスとかニコ動とかもといキャス赤で入れるね。ツイキャスはそうだね、うん、そう。ツイッターって何も伝わってこねえから、雑だよ雑、性格が雑。屋号の名前変更しようかな。アイアイさん、旅って北海道は来ますか。北海道行くよ。マユユッチョチョコ推しさん、おはようございます。北海道行くよ。ドンタンさん、おはよう。あ、屋号って勝手に変えていいんだ。屋号って勝手に変えていいんだ。知らなかった。届け出必要ないんだね。バカさんごめんな、私もニコ生出身のリスナーなのだ。知ってるよ、バカ長いじゃん、バカ古いじゃん。でも一時期なんかコメント打たない時期とかあったよね、バカ。てかバカ結構古いんじゃないの。この中で一番古いのバカじゃないの。バカだいぶ古いでしょ。ロム勢だけど、ロム勢なのか飽きて見なくなったりしてんのかわかんないけど、バカは結構古いよ。相当初期からいるよ。パンサー4、ココナさん、ニコ生はもうやってないのですか。やってない、やってない。ニコ生はもういい、もうお腹いっぱい、本当にいい。僕、みーくんさん、神主は神主やってるの、元気。僕、みーくんっていう小手半があんまり気分良くないから、次その小手半でコメント打ったら悪いけどブロックします。カンヌシは元気だよ、うん、僕ミー君悪いんだけど、その小手半でもし次コメント打ったらブロックします。アドがバーでドンペリ入れて酒熱懐かしいめっちゃ懐かしいな、
めっちゃ懐かしいわ。そうだよね。2年ぐらい前か。多分2年ぐらい前だと思うんだよな。だいぶ環境変わったはいよはいな。さん、何それ、面白そう、わら。俺がバー配信やってた時に、その売り上げが立たないから、ドンペリ、ドンペリ買って、ドンペリ買ってってずーっと怒ってたの。もう、ドンペリーってパンずーっサーとやっもてたここなさんみたい、わらわら。の。若さん、なんでこの人必死に泣きえ？そうな顔でドンペリって叫んでるのかと面白くってリスナーになった。あ、そうだったんだ。バイドットあやか、図工さん、浅井さん、髪がショートカットになってたよ、可愛かった。え、浅井さんの情報どっから手に入ったの？ちょっと待って、浅井さんの情報どっから手に入れたの？なんで俺が知らない浅井さんの情報？っていうか、浅井さんもともとショートカットなんだけど。え、浅井さんの情報どっから手に入った？浅井さん？浅井さんの情報どボス、こ？ミーくんさん、コテハン変えられるの。うん、変えて。浅井さん、あ、ロングだったか。アイアイさん、ツイッターじゃないの。え、ツイッター、浅井さんフォローしてるけど、来てないよ。浅井さん、コテハン、なんつうの、変えるんだよな。浅井さんワイね。ドットあやか、図工さん、 YouTube のカラオケ、昨日アップロードされてた。ああ、はえ、いロはングいじゃはい。なかったっけ？ロングだったわ。いつも祝ってるだけだ。あ、YouTube なんだ。それ、Twitter かなと思っまゆゆっちょちょこおしさんはどう、君をフォローしてないけど、ふわっち開けると大体やってるからフォローする必要がない、僕的に。いや、フォローして。応援してくれるんならフォローしてほしいわ、正直。まあ、わかるけど。こいつはフォローしなくても、いつも上にいるから、いつでも来れるなっていう安心感はあるかもしれないけど。なんかあった時のためにフォローはしてほしいかもしれない、一応。みさき、みさき、アットマークみじんこさん、最近、YouTube でおかずみちって検索したら出てくるから見てる、わらわらわら。まゆゆっちょちょこおしさんじゃあ。お願いします。フォロー大事よ。やる気出るからね。バカさん、ちなみにローマ税に入るのかしら、私。ロム税とまではいかないけど、がっつりコメント打つ系ではないと思ってる、俺の中では。だから結構モグリンが多い、たまにコメント打つ人で、かそってる時に結構コメント打ってくれると思ってるね。新しいフォロワーさんを紹介します。アマイアユンユッさん、わかチョる。さん、フ私ォローありもがとうフォローしございてなまかった。今日なんとなくしてみた。フォロー大事よ。フォロー大事大事。まあ、ほら、通知はさ、携帯ピコンピコンになるから、うおいしいざいわかしもわししれさないん、から。簡単に変えられた。はい、おいしいわしわしさん、ありがとう。ありがとうございます。簡単でしょ？まゆゆっちょちょこおしさんですよね、わら。配信が楽しみ。旅配信盛り上がるだろうね。あいあいさん、そう、だいたい上にいるもんはどうさん。いや、上にいるけれども、やっぱりほら、10万人のフォロワーさんを目標にやってるから、やっぱ一人一人のとっ参こ加がさん、大事こんですによ。ちは。はい、とっこさん、こんにわちかさん、は。あんまりがっつり米すると他のリスナーの米流れるかなと思って遠慮してたりする。ああ、それはあるよね。でもね、やっぱコメント打ちたい時に打ってもらえるっていうのはありがたいよ。コメント打ってもらえるのは嬉しいことですよ。コメントも応援だから。おい、さくらちゃんはどっち？やっぱりでも最低限、でもロムルにしても、ワドツーとお疲れの2つだけはやっぱり。あと、手あげてって言ってる時に手あげてくんないのはちょっと悲しいよね。
要は手挙げてって言ってる時はコメントがなくて困ってる時だから配信者は。だからちょっと盛り上げてよっていうニュアンスもあるわけよ。手挙げてとかどっちだと思うって呼びかけてる時は、そのコメントをしてほしい流れの時があるから、その辺とかね空気読んでなんかネタ振ってもらったりすると、ああこの人空気読めるなとか思うよね。レンタルワードをやってます。あーブロックです。はい、ワードツ、皆さんどんどんフォローしてくださいね。ありがとうございます。始まりと終わりの挨拶と呼びかけるときはコメしてる、あとは数ってるときとかね。ありがたいよ本当に。そう、和歌は結構あのそういうの気使ってくれてるのすげえわかる。今 和歌のこと言ったんだけど、うん、そうそう、あこの人気使える人だなとか、ああの放送し支援の仕方よくわかってるなっていう、放送の盛り上げ方。そう、配信者につまんねえよっていうことは簡単なんだけど、実はねそのリスナーさんによって面白くも面白くなくなるのもね結構でかいんだよ。7割ぐらいは配信者の力だけど、その配信者が生かされてるかどうか、やっぱり3割ぐらいリスナーさんの影響っていうのはあると思う俺。そこにどんなリスナーさんが居ついてるかっていう。コメント面白い人とかいっぱいいるもんね。ブルさん、なるほどな。あブルさんどうも。でもさ、トークスタイル的に俺はさガチ勢っていうかさ、あのなんつうの、真面目に結構語る系だから、チャチャ入る系のコメントはさばきづらいよね。うなちゃんまに録音された、煽ったの、ちゃんまに録音はあれでしょ、リスナーとしては嬉しい現象でしょおい、バカよ。お前はよ、じゃあ、入れんのかよ、おい。里芋なんか入れねえよつって。煽ってない。普通にアニメ好きだとコメントしたらロックオンされた。ああ、それはまあ、それはまあファンサービスだよ。なんだよ。おめえ何が好きなんだよ。あ、そうなの？あ、違うな。女の子の時のね、絡み方違うんだよ。ああ、そうなの。アニメか、つって。おう。何、和歌は何が好きなんだよ、つって。あ、いいよね。おう、つって。いや、ガンダムっつってもさ、つって。いや、まあ、ガンダムっつってもよ、つって。うん。私、米打つの遅いから、すごくラグある感じがするので、ごめんなさい。あのね、長文系の人はラグあるよ。なんかコメントって難しくて、タイムリーにクイックリーにやるタイプは、ノンタンタイプはそうなんだよ。わらとか、ツイッターとかいうタイプは、要はニコ生出身の子って、そう、その時その時のリアクション、要は、あの、それは応援なのよ。なんでかっていうと、コメント数がランクインするっていうのをよくわかってるから、だからニコ生の人ってコメントバンバン打つの、タイムリーに。それが応援になるから。だけど、その俺のタイプの配信だとゆっくりでいいからメッセージを投げかけてくれた方が多分面白くなると思う。そのあ、ワードをこのトークで3分か5分引っ張れるなみたいな話題提供した方がいいんだよ。 だから嬉しいタイプのコメントって、ワード今日のニュースのどれどれって記事どう思ったっていうネタ振り、そういう系のネタ振りはすごい嬉しい、コメント的に。そしたら5分引っ張れるから。俺アニメ見ねえからなって言っちゃう、ちゃんまん言いそうですね。ああ、おい、おたねこさん、ワドツ、なぜハテナマークなのかわかんないけどおい、ワドツ、多分機嫌悪い時にコメしたから流れ玉。ああ、ちゃんまんね、気分嫌だからね。ロングだと話題にぴったりな部分で一発コメすれば上手にコメントできるかも。うん、ネタ振っていいんすね。ネタ振るのが面白いんだよ。だからどちらかっていうと俺の場合、司会者がリスナーでパネラーが俺みたいな感じの方がやりやすい、うん、そう、うん、その方が多分和道の放送は際立つと思うよ。僕も米遅くなる、打った時には話変わってる、それでいいんだよ、うん、ただやっぱりこの人がどういう考え方をするんだろうっていうのが一番楽しいわけだから、
スタイルがあるんだよ、それぞれの。リアクションが面白い。リアクションは向いてない、俺。リアクション芸は向いてない。そう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 。だから例えばさっき若がまさにロングの質問とかネタ振りがうまいのは、ストーカー改正法規制されたけどどう思うっていう、まさにその俺が言ってるの抜群のコメントじゃん。拾いやすいし5分引っ張れたじゃん。ストーカー、いや若さーっつって、それで俺さ音声読み上げ機能切ったの分かるでしょ。あ、これ拾いたいと思ったから作業が止まったの分かったでしょ。いや若さストーカー改正法ツイッターでもつぶやいたんだけどって。しかも若はその俺がツイッターでつぶやいてるの分かってやってるのよ。和道はある程度話題変わってても米拾ってくれるからどんどん米しちゃっていいと思う。本当はね選びたいぐらいなんだよ今はね。まだ全部のコメント拾えるから話題が散らかるんだけど、あのね一番いいのはそれに関連した話題みたいなのをどん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 発展させるとすごいやりやすいけどね。まあでもあんまりそのリスナーに負荷かけても面白くないから、これ以上その多分アクティブ300ぐらいになってきたらコメントある程度半分ぐらい選ばないといけないのかなとは思ってるけどね、うん、あ、ニコ生からロムだけしてたんだ、嬉しいですね、コメントありがとう。でもねいつも言うんだけど、いろんな配信やってみやってるあのリスナーさんに、あのコメント打ってなんぼっすよ。やっぱりその動画を見ればいいわけじゃないですか。ロムるんだったら過去の動画を見ても変わんないわけだから、やっぱりねその人と触れ合うことによって、あ、コメント打つの楽しいなっていうのは配信の醍醐味だと僕は思いますね。コメントはね一言でも一日一回でもいいから、それ打つのはねやっぱ楽しくなるよ、うん、この人その愛着も湧くじゃん、コメント打つと。コメント大事。あの単純にそれはコメント欲しいっていうのもあるんだけど、俺がリスナーやってる時もコメント打った方が面白いもん。俺だからコメント打たない配信ってほとんどないよね。ロムってるっていうのはない、うん、どこの配信に行っても必ず挨拶はするし、あの邪魔にならない程度で、あのほら配信者の場合ってさ、あのなんかリスナーが特にほら俺クラスの有名人になると、もうほらリスナーたちがキャッキャキャッキャしちゃうから、和道さんだ、大手が来たよ大手だって なっちゃうから、ふわっちゃうと、うん、あんまコメントもしづらいよ。だから捨てアカ作ろうかなと思ってるね、コメント用の。それであのツイッター作ったんだよね、うん、そのコメント用みたいな、和道ってわからない固定版みたいなのを作った方が多分普通に絡めるかなと思って。和道くんは質問にはある程度答えてくれるから米しがいあるよ。俺はね全然答えたいの。ただ俺は失礼なやつと不快にさせるやつ、要は礼儀がなってないやつは嫌いなのよ。何でも答えるよ。だから生活保護も別に隠してないし、あの障害のことについても語るし、うん、タブーはないの。タブーはないけど、そのなんつうんだろうな、失礼なやつが嫌いっていうだけ。だから大体ね質問の仕方間違えてるだけなんだよ、俺がイライラしてるのは。私は和道さんの話を聞いてるのが好きだからロムっちゃう。例えばね、なんだろうな、あのやっぱねネタっていうのは尽きるんだよ。配信者ってループになってくるから、やっぱねその寿命を伸ばすっていうのは、なんつうんだろう、自分が一番疑問に思ってることをぶつけるのが面白いと思う。俺の放送はまあこの前も話したんだけど、討論に向いてる配信者なのよ。討論させたら面白いのよ。だからその答えが出ない話とか、なんでこうなってるんだろうっていう話の深読みとか見解とかが多分面白いと思うから、なんか考えさせたらいいんだよ。難しくて答えが出なそうな話題とかを無茶ぶりをすんの。そしたらずーっと喋ってるよ、考えるの好きだから。落ち着いた放送に変わったからコメントしやすくなりました。それはあるよね。ニコのここはもう速攻ブロック入れてるから、めんどくさいリスナーはもう全然応援してくれる人だけでやってこうと思ってんの。もう配信のリスナーの数にはこだわらないって決めたから、だから気に入らなかったら速攻ブロックしてんのね。だから荒れてないよね全然、うん、あ、そう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 、愛の手ね、うん、愛の手愛の手。ジャネット・ジャクソンが50歳で出産マジですげえな、すごいね、50歳で出産、すごいな、すごいなで終わりで申し訳ないけど
今5分引っ張ろうかなと思ったけど無理だったわ。すごいな。こんだけ言っといてね、こんだけネタ振りしろってリスナーに言っといて、新しい情報が欲しいんだよって言って、司ちゃんが頑張ってシャネット・ジャクソン出産したよって頑張って打ったのに、すごいね。最低だよね。ふわっち荒れないね。ふわっち荒れないんじゃなくて、ふわっち来てからブロック入れまくってるからだね。ツイキャスは合わなかったの。ツイキャスはもう配信者が多すぎるし、大手が多すぎて、要は埋もれてね、ランキングの方上に行かないと新規リスナー来ないんですよ。だからアクティブ50ぐらいかな、行って200とか、うん、だからもう無理だと思って、ふわっちは向いてなかった。後発組すぎなんだよね、やるタイミングが悪すぎて。だから逆に穴、ネームバリューはあったとしても、結局おすすめに乗らなかったら絶対見られないわけじゃん。だけどそのふわっちに来た時は、あ、和道っていうネームバリューがある程度あって、ああニコ生でそこそこ有名じゃんっていう、それでまあ一回見てみるかみたいな感じで、チャンスが多かったって感じだよね、うん、やっぱチャンスが多いところでやるべきだから。いくらトークができたってね、あの見に来てくれる人がいなかったら微妙だから。私もできるかな。あのね、俺が好きな言葉をね、つかすちゃんにねプレゼントします、うん、できるかできないかじゃないんだよ、やるかやらないかなんだよって先輩に昔言われた。できるかできないかを考えてるやつは、やるかやらないか悩んでるだけで何の行動もしないやつだって。できるかできないかじゃないんだよって、やるかやらないかなんだよって。これは結構俺が先輩からもらった言葉で好きな言葉ですね。荒れない放送はいいよね。ジャネット自然妊娠なのか人工妊娠なのか、まあどっちでもいいんじゃないかな、うん、セレブは何歳で産んでもいいと思うよ。でもさ、その変な話なんだけど、高齢出産ってさ、そのなんだろう、奇形児が生まれる可能性が高いんだよ、すごく。だから、うん、まあ全然いいんだけど、高齢出産反対でもなんないんだけど、全然。ただそのリスクは知っておいた方がいいよね、やっぱり。うん、自閉症の子とか生まれる可能性がすごく高いのね、うん、男もそうよ。男の精子もそうなの、まあ、それは生物としてしょうがないよね。失礼な話になるけど、話題作りのために暴れて気違い感が目立ってた気がしました。俺はだからニコ生の頃は正直に言うと、あのアクティブっていうよりも、もうリスナーが集まるのが正義だと思ってたね。うん、何でもやるっていう、俺は別に嫌われてもいいからやるっていう。ただね、そのスタイルをね変えたのは半年ぐらい前で、一回その全て持ってたウェブ上のアカウントを全部爆破したんですよ。スカイプ、 LINE、 Twitter、 FC2、あとなんだ、ツイキャス、ニコ生、あと何爆破したっけ、もう全部だね。 YouTube も爆破したから、全部爆破したの、嫌になって。で全く違う名前で、高光って名前で放送したら、3日間アクティブゼロだった。アクティブどころか累計来場ゼロだった。うん、名前を捨てるっていうことはこういうことなんだと思って、そっから反省したね。うん、もう人数とかじゃなくてファンが重要なんだと思って、応援してくれる人がいないと成り立たねえやと思って、そっからはもう、あの付き合いできる人とだけ付き合おうって、もう荒らす人とは付き合わないっていう風に腹くくったんだよね。奇形児とか障害とか流産のリスクは高くなる。流産は特に高くなるよ、うん、もちろんその管理もするだろうし、ベビーシッターとか、まあね、あ、セレブだからっていうのはそういうことか、うん、でも俺貧乏でも子供産んでいいと思うよ、うん、YouTube も爆発したね、全部爆発した、うん、もうやめようと思ったんだよ、うん、でもやめらんなかったんだよね、うん、辛かったよな、本当。3年かけて作り上げてきたものが名前を変えるだけでこんだけダメなんだと思って、うん、MC とか上手ですよね。俺はね、もともとテレビっ子だから、よくテレビつまんないってネットの人言うんだけど、俺からしたら絶対ネットの方がつまんないって思ってんの。だからラジオとか、あのテレビってすごいやっぱプロ意識高いし、テレビ系の語りの人がすごい好きなんですよ、僕は。特にそのラジオで聞かせることができるっていうのは、音で勝負できるっていう人はすごく面白いし、
知的な人が好きなんですよね。自分が知的かどうかじゃなくて、自分は知的では全然ないんだけど、なんか情報を知る知的な喜びってあるじゃないですか。へーっていうのが楽しいっていうのとか、こう議論を交わし合ったりするのが楽しいとか、そういうものが好きなんで僕は。だからそのなんだろう、トラブルとか別にいらないし、なんかリアクション芸とかあんま好きじゃないですね。その人がどうしてこういうことやってんだろうとか、釈迦すげえな今日、遊んでか。やめてる間何してた？だからやめてる間、爆発した次の日にはもうやってたんだよ。やめらんなかったんだよ引退しようと思って全部爆破して、もう全部爆破して名前変えて次の日にはやってたんだよやめることはできなかった、うん、今33歳で今年から初妊活。おー、これから産むんだ。33ギリギリだと思うけどねギリギリだね。頑張ってください、うん、まあでも今30代で出産多いかんな。若いしね、体も。貧乏で子供産んだけど幸せ、いいんだよ、それで。そうそう、知る喜びみたいな感じ。ニコ生で起きてた事件の大半に関わってた気がしたんですよ。あ、だから、うん、俺もそう思う。去年のニコ生は、去年っていうか、一昨年からね、年始にかけてのニコ生での俺の動きっていうのは、俺が配信回してるっていう感覚あったね。その若手の中堅層の中で俺が配信会をぶん回すんだって、ニコ生においてそれくらいの気概でやってたね。唯一気になってたのは、気違い的なことをしてても目は冷静な感じでしたね。気違いっつってもさ、なんだろう、なんかどうなんだろうな、気違い、まあ気違い、俺はそのなんだろう、やっていい判断とやって悪い判断っていうのは実は結構冷静に考えてて、リスナーさんに危害が加わることと、一般市民に危害が加わることと、暴力沙汰っていう、この三つは絶対避けてたんですよ、実は。で、配信でプロ意識の高い人だったら何やってもいいと思ってた。ネタを提供してやるぐらいに思ってた。そう。そこだけは、その線引き？一般社に迷惑かけない。一般企業に迷惑かけない。リスナーさんとかに迷惑かけない。あと、なんだろう。そこら辺かな。アドは本当の気違いではないからな。まあ演じてたけど無理があったよね。やっぱ自然体でやってた方がね、いいよ。長い目で見たら絶対そっちの方がいい。あの時はね、やっぱ数字欲しかったっていうのは正直にあったね。やっぱりその自分の可能性みたいなこととか評価とかに焦ってたんだろうね、多分ね。一昨年だから、去年の頭にロハコ事件かな、去年の年末ロハコ事件だったから、その前も結構いっぱいあったんだよな。何あったっけ、野田のうさぎとかもあったし、可愛い高ぜもあったし、冬場はね、雪でヘッドスライ、全裸でヘッドスライディングもしてたし、あと何あったかな、結構いろんなことあったぞ。あと、ワンワンと裁判だね。ワンワン、ゴロリさんに仲介してもらって、ワンワンと裁判やってたでしょ。泥沼の戦いやってたもんね、ワンワンと。ワンワンを何回リストカットさせたかっていう。マー君事件は別に事件じゃないでしょ。全然。彼は、生粋のアウトローだったんだけど、もうめんどくさくて切りたかったんだけど、俺は。私はロハコ事件で和道を知って。ああ、それくらいか。ロハコ事件きっかけになった人多いかもしんないね。だから、5500人コミュっていうのはさ、俺何回作ったんだろう。5500人コミュ多分、4回作ったんだよ。4回。全裸で思い出したけど、ツイッターフォローしてるの偽物ですか？僕はツイッター唐口さんのフォローしてないですよ。僕はツイッターアカウント今2つ持ってますけど、唐口さんのフォローしてないはずだけど、偽物じゃない？ブロックしていいよ。多分アンチだから。ロハコ事件聞いてもいいのかさ、全然いいよ。お、ご飯炊けた。ご飯炊けたか。どうしよっかな。料理配信でもやろうかな。
料理配信でもやる？うん、だし巻き卵作るだけだけどやる？料理作るわ。じゃあ一旦落ちます。あれが一番伸びたかも。俺はあれが一番面白かったあれは一番もうみどりさんがずっとロバってたからね。ずりーわこの人と思ってずーっと笑ってたからね。もうカメラずっとこっち向いてたじゃん。もうロバりまくってたからね、みどりさん。マヨネーズ買わないと。そうだ、マヨネーズ。なんだ、マヨネーズを買いに行く配信やろうよ。やだよ、ツナオムレツなんか全然美味しくないじゃん。あ、やだ。だし巻きも家庭によって作り方違ったりするんだ。俺は結構甘めだね。甘めに作るかな。ツナオムレツとか全然美味しくないじゃん。やだな、そんなの。どうしようかな、配信。いっか、便所太郎さん見るでしょ俺が終わったら便所太郎さんのところ行くんだろいっかね、便所太郎さんに引き継ごうかな。なんかいつもはこの時間帯さ、あの大手いないからさ、なんかダラダラいつまでも延々と続けられるけど、今普通に飯食うわ俺。うん、便所太郎さんのところで行くんだろだ、俺便所太郎さん俺も見るから、みんなで便所太郎行こう。うん、行かないの？行かないの？うん、いいよ、便所太郎行こうぜ。じゃあご飯食うわ。見ないの？え、みんな便所さん嫌いなの？かぶってないの、便所太郎さんと。うん、配信のためには僕は何でもやりますよ当時はね、今は全然やらないけど。外出する？見ないんだ。え、便所さんかぶってないんだ。俺かぶってると思ったわ、便所さん。まあいいや。いや、普通に俺ご飯食うわ。うん。じゃあ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ありがとう、バカ。おつでーす。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんねん、もう。